悪いわね、はるちゃん。ビオンキちゃんまで手伝わせちゃって。ツナさんの晴れ舞台にお弁当を用意するのは春の当然の務めです。私もハヤトの晴れ舞台に姉として何か用意してあげたいか。俺っちは俺っちのためにお腹いっぱい食べるもんね。ピピもっと食べるよ。こら、つまみ食いはダメよ。できたわ。ツナさんのお母さん、そろそろ行かないと最前列をゲットできないです。そうね、じゃあ出発しましょうか。はるちゃん、少し早すぎたんじゃない？そんなことないです、ツナさんのお母さん。これも最前列をゲットするためですよ。開演2時間前に来て正解でした。一眠りできそうね。リボンを起こしてくるんだと。はひ、どうしたの、はるちゃん。はるは一番大事なことを忘れてました。お弁当ならあるわよ。ツナさんを起こすのを忘れてたんです。あら、そうだったわね。ちゃんと起きてるかしら。お弁当と場所取りに夢中ですっかり忘れてました。心配しなくても、きっと勝手に起きてくるわよ。そうですね。お腹も空いたし、お弁当いただきましょう。賛成です。京子ちゃん、朝起きるのにいちいち爆発物を使うのやめようよ。今のは俺じゃねえぞ。つーくん、起きてる？つーくん、ほら起きなさい。今日は学園祭でしょ。もうビアンキちゃんとハルちゃんなんてお弁当の支度済ませて出かけたのよ。スーカン、なんで弁当がいるの？俺のクラス、ここからだよ。いい席を取って、スー君を見るためにみんな早起きしてるのよ。心配しなくても、どうせ誰も見に来ないよ。ツナさん、そんな弱気じゃダメです。
朝が。春ですよ、ツーナさん。早く起きてください。春がツーナさんの変身力を最終チェックします。なんだよ変身力って。それより着替えるから外に出ててよ。俺の部屋に入ってきたんじゃないか。だって春はツナさんに頑張ってほしいんです。ランボちゃんとイーピンちゃん、ツナさんの主役の座を奪うってもう1時間も前に家を出てるんですよ。1時間も前からいたの？春は今朝4時にお邪魔して仕込みを始めました。それ夜明け前だろう。コベ言ってねえで起きろ。うわ、ちょっとリボンちゃん乱暴すぎです。どうだ、少しは目覚めたか？うん、みんな応援してくれるんじゃ今日は頑張らなきゃな。みんなこの日を楽しみにしてきているから。ひばりさん、そういえばひばりさんは何かに出るんですか？僕は日々波盛り中という舞台になって、ちっぽけな体育館の舞台には収まらない。なんかよくわかんないけどすげえ。それに毎年おかしな奴が会場に紛れ込むから風紀に忙しいんだ。リサイタルだぞ。イピも踊るよ。確かに。やあツナ、見に来てやったぜ。ツナに頑張ってね。今年は君目当ての観客が多そうだね。あれ、今のまさか。ちょっと見てくれよ。そうじゃ、くれぐれも学園祭を壊さない。ひばりさん、俺なんかより大変かも。つく、母さんここよ。母さん、みっともないからやめてよ。2時間前から並んで一番いい席を取りました。おかげですっかり眠くなっちゃった。ビアンキ、寝ちゃダメだよ。ビアンキちゃん、保健室のベッドが空いてるぜ。うわ、本当にみんな見に来てるんだな。ツナ君、こんなところにいたの？そろそろ支度しないと間に合わないよ。ああ、ごめん。すぐ行くよ。大丈夫っすよ、10代目。この俺がついてます。任せてください。うん。なんか俺急にトイレ行きたくなってきちゃったよ。
山本も。じゃあ一緒に行こう。モレル10代目、本番もうすぐなんすから急いでくださいよ。俺だよ俺。ほら、お前の武器ならここだぞ。ここ、たく何度目だよ。ほらほら、予備も取ったぞ。実は野球の試合、急に中止になっちまってな。昨日言おうと思ったけど、お前が見つからなかったんだよ。俺が出て行ったらお前と二人で騒ぎになっちまうから、ここまでヒヤヒヤだったぜ。なんでって当たり前だろ。試合がなくなって俺が劇に出られるからお前と交代しようと思ってな。え、まずい？なんでだ？なあ、俺が出るからもういいって。だからなんでまずいんだよ。俺が出た方がお前も楽だろ。その約束の相手って俺だろ。その俺がもういいって言ってんだから、約束を破ることにはなんねんじゃねえか。それもそうだな。お前がほとんど劇の稽古してたんだし、初めに頼んじまったのは俺だからな。頼んだぜ演奏名人。おい山本、どこ行ったんだ。お、スナが呼んでるな。そろそろやめろ。本当に任せちまったらいいな。お前がいてくれていろいろ助かったぜ。じゃあ頼んだぞ。もう急にいなくなるんだもん、びっくりさせるなよ。遅いっすよ10代目。ほらもう幕が上がりますよ。ああ、心の準備がまだだよ。どうしよう。キャー、ツナさん素敵です。ツー君、セリフ間違えないようにね。どこにいる。悪役七人衆。あら、山本君だ。山本君も頑張ってね。はい、頑張ります。はひ、今どこから声しました？山本、あれ
して。舞台袖からあいつの声が聞こえたような。あ、いっけねえ、うっかり返事しまったぜ。あら、山本くんが二人いるわ。すごい演出ね。悪い悪い、だってよ、呼ばれたら返事しちゃうだろ。ジャパニーズ忍者の変装？待て！今度はツナさんが二人？あら、凝った演出ね。いいわよ、ツー君。全然良くないよ。もう誰が誰なの？全軍攻撃開始！君の仲間じゃないの？俺の仲間は山本以外みんな舞台の袖にいるよ。ディーノが言ってた大暗殺部隊が来ちまったみてえだな。命はもらったぜ、ボンゴレ10代目！それは変装名人だぜ。それにしても迫力満点だな。さすがだぜ、変装名人。山本じゃないの？なんで俺を。貴様、邪魔はさせん。それはこっちのセリフだ。やばいよ、リボン、みんな大丈夫？うわ、10代目、今行きます。くそ、次から次へとこいつら。コグデラ君、どうしよう、みんな苦戦してるよ。みんなすげえな、迫真の演技ってやつだな。え、本物の山本だけまだ劇だと思ってる。いいな、俺も稽古参加すればよかったぜ。違うんだ山本、みんな実際に戦ってんだって。お、感情の入ったセリフだな。ツナも稽古頑張ったんだな。ダメだ、完全に劇だと思い込んでる。俺もちょこっと混じるぜ。ほら、どうだこの野郎。うわっ、くそ。どうしよう、敵の数が多すぎてみんな押されてる。おい山本。お、どうした小僧、お前も入るか。ほら、どうだこの野郎。あいつらはアクション専門に雇ったエキストラたちだ。筋金入りのスタントマンには本気で攻撃するのが劇の礼儀だぞ。あっちゃー、嘘か、悪い。そいつは知らなかったぜ。失礼なことしちまったな。それじゃ、ここからは本気で行くぜ。うやー、おいっちょ、おっ、そっちも。ああ、ちゃんと、いや、礼を尽くせ。もはや貴様は袋のネズミ、ファミリーの助けも期待できそうにないな。
ック。ツナ君、ツナさん。貴様、邪魔をするな。おざくな、ヘタレ忍者。やばい、殺される。つうか、お前も偽物じゃないか。逃げてんじゃねえぞ、そんな。ジャパニーズ忍者に逃がされちゃったんだよ。あ、死ぬ気だ。じゃない、あいつに死ぬ気の炎を分けてもらえ。死ぬ気の炎を、あ、ジャパニーズ忍者にも死ぬ気の炎が。隙だらけだぜ、お前ら。ああ、それにしてもまた劇やりてえな。あんな気持ちいいもんだとは思わなかったぜ。こいつ未だに劇だと思ってやがる。ある意味最強だぜ。まあみんな無事でよかったよ。俺がついていながら10代目をあんな危険な目に遭わせちまってすいませんでした。極寺君のせいじゃないって。敵も倒せたんだし。よくやったぞ、おめえら。まあ今回の功労者はあいつだけどな。俺が主演男優賞か。ほとんど台本なんて読んでねえのにな。山本。十代目、俺あいつ見てたらめまいがしてきました。まあ極寺君。そういや、変装名人はあれからどこ行ったんだ。そういえば、俺を守ってくれて途中から見なかったな。大丈夫かな。何、きっとあいつなら
隙を見てもう逃げてますって。だといいんだけど。お、いたいた。あそこにいるじゃねえか。あそこって京子ちゃんしかいないけど。よく見てみろよ。なんで私がいるの？ほらな。一緒に寿司食った仲じゃねえか。それに俺は主演男優賞だからな。変装名人、気を落とすことはないよ。あいつにはある意味誰も構わないから。叶いたくないっす。まあそうひがむなって。いくら俺が主演男優賞だからってお前らみんな揃って情けねえぞな。ありがとう、ジャパニーズ忍者。君のおかげで助かったよ。まあ、いいじゃねえか。何言ってんの？リボーンだよ。リボーン祭様？図が高えぞ、おめえら。どうなってんの？こっちが聞きたいっすよ、十代目。一体何の騒ぎだったんだ、こりゃ。貴様ら知らんのか？リボ雲斎様といえば、忍術、剣術、砲術、柔術、日本古来のあらゆる技を収めた有名な大老師様だぞ。ジャパニーズマフィアの頂点に立つ伝説の大老師の噂は聞いたことがあったが、まさか実在の人物だったとは。知ってんならおめえはちゃんと土下座しろ。なんでリボンなんかに土下座すんだよ。おめえ無事に生き延びやがったな。まあそれでいいんだけどよ。ジャパニーズ忍者は実はボンゴレに仕える影武者の一族なんだ。絶対嘘だよそれ。つうか、なんでボンゴレに仕えてる奴がボンゴレを襲うんだ。俺たちの里の忍者はボンゴレファミリーの影武者になるのが仕事なんだ。すべてはそのための修行だ。そしていざという時、ボンゴレボスの死ぬ気の炎が消えた時のため小さい火をつけとかなきゃなんねえんだ。種火っすか。いや、俺も知らなかったし。つうか、どう考えてもリボンのせいだし。キヨ、こいつは立派にツナの種火の役目を果たした。ここへ来るまで変身術も上達したボンゴレ十代目。こいつを一人前と認めてやってくんねえか。俺が認めてやっていいんじゃねえか。確かに十代目、こいつの変身術のおかげで俺たちの劇も盛り上がったんすからね。そういや、ツナの代役をやらせようとしてたくれえだもんな。ボクシング部に欲しい逸材だと思ったらそういうことだったのか。みんなが認めるのなら俺はもちろん反対しないよ。決まりだな、合格だぞおめえ。ここは終わりだ。またいずれ新しい任務をやるから、それまで旅にでも出たらいいんじゃねえか。おめえとはしっかり決着つけたかったぜ。時
間があれば寿司でもご馳走したいとこなんだけどな。並盛に寄ったら必ずボクシング部に顔を出すのだぞ。ランボさんが遊んであげるもんね。一品と遊ぶよ。本当に行っちゃうの？春は変身三本勝負したかったです。こいつは旅に出なきゃなんねえんだ。引き止めちゃダメだぞ。リボンさん、どこ行ってたんすか？いろいろ大変だったんだぜ。だからずっと一緒だったじゃない。修行を続けて立派な影武者になれよ。そしてこれからもボンゴレを頼むぞ。影武者とかはどうでもいいんだけどさ、また遊びに来てよ。じゃあ元気でね。ヒットマンリボーン、レッツ暗殺、狙われた10代目、